<laughs> おはようございます。寝てないんですけど、ちょっとだけ髪をしたんですけど。こんにちは。お風呂上がりです。ああ、ええー、東京当たったおめでとうございます。ありがとうございます。申し込んでいただいて。 ありがとうえ当たったえー、お話ししようね待ってお名前はおありがとねお話ししましょうねありがとうございますありがとうございますもう私もう眠たすぎて今こんばんはこんばんはだから多分ね今日長くないと思う配信時間がうーんごめんね めっちゃ可愛いありがとう嬉しいごめんねこんな眠たい顔してもうねドスっピン色がないんです唇の色が <laughs> あのー、体調が悪いみたいな顔してるんですけど <laughs> 全然体調悪くなくてあの都立圏やれば都立圏多分ないんじゃない分からへんけどこんごんまごま あの体調悪いんじゃないって思うかもしれないんですけど体調悪くないのでね心配しないでください <laughs> そう薄いよねなんか塗ればいいやんって話なんですけどうーんなんか塗るか塗るか塗るかないんだよねここにありがとう本当 待ってそうだよねあまりにも唇の色なさすぎるよね思った思ってたよ思ってた <laughs> 思ってたんだよね私は思ってた実はね思ってました <laughs> すみませんもう本当にあに今日多分過去一私の私の顔ブサイクうんあの頭はうっさブサイク なんなのも配信今日やめようかなって思いましたこんな不細工飲のであればでもするって言ったししたいし短冊ありがとうなのでこれは必ずしたいなと思って、はい、ありがとうございますもうね眠ってもう目が開かない多分ね今日の作業 今日、ね、NCT48 の,あの農業部のお仕事を一緒に行っててあのねっ、ね、ありがとうそうやってやってくれて優しい本当にそう今日はね本当に結構何時間もしてたのでそう今日は その後にあの普通疲れてるから家帰って寝たらいいのにあのなんちゃら祭りえー、おめでとう楽しみにしてるたなんかた短冊祭りみたいな,な,なんでしたっけなん,かななんちゃら祭りみたいなやつあっカンバラ祭りそうだカンバラ祭り私もカンバラ祭りが。 なんか今日までかどうかわからないんですけどなんか行きたいなと思って同期の磯崎奈々と関根山凪斗と私の3人で終わって行きましたまたなんかあのねめっちゃ人いやめっちゃではなかったな 結婚してありがとう、四百年後にしようね。なんか私はね。うんと。私は。え、なの。もうな、眠たすぎて、本当になんかすみません。もうな、な喋ったか分からへん、自分でも。短冊ありがとうございます。<laughs> なんか、こんばんは。なんか。 えっとえっと私はあのあれ食べましたカステラ <laughs> カステラとえっと箸巻キポップ焼き食べようと思ったんやけどねカステラ選んじゃったカステラとポップ焼き どっちにしようって迷って普通はねポップ焼き選ぶべきだったと思うんですけどちょっとカステラがどうしても食べたくなっちゃってカステラ食べちゃったポップ焼きさんごめんなさいチェーズのやつえっそう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 そのやつそのやつ美味しいよな箸巻きそう美味しそうで、ね、う美味しかったそうなんですうんあそうあとねあのね 私のあのお話し会の画像をねファンの方がねっめっちゃ可愛く作ってくれてなんか私ポストしたじゃないですかあのあ真相をお話ししますこれ誤解があります <laughs> あの1枚目と2枚目は私のファンの方が作ってくれたんですよあの画像ねで 3枚目と4枚目をこれあれ私が作ったんですよ。そうでねあの私はいつもこれスタッフさんがツイートしてくださってるんですね「お願いします」って言ってでそうスタッフさんがね「私は ALT にファンの方が作っていただきましてありがとうございます」みたいな文章を打ったんですけど1枚目と2枚目に。 記入よろしくお願いします」って言ったら3枚目と4枚目の私が作った画像もそれがついててなんかファンの方になんかめっちゃ作らせてしまってるみたいな感じのね文章になっちゃったんですけど3枚目と4枚目は私が作りましたで1枚目と2枚目はファンの方が作ったのではいただそれだけです <laughs> その話をしたかっただけハートありがとうございます そうそう,そう,そう流れ星ありがとうございますいやでもあれは私の説明が悪かった私がスタッフさんにあのなんかちゃんと一個一個丁寧に送るべきだったなんかまとめて送っちゃったからそりゃ勘違いしちゃうハートありがとうございますそうなのえそうなのごめんごめんね本当になんかごめんね ありがとね作ってくれてハートありがとうんできてありがとうございますそうなのどうどうしようどうしようって一人でえっと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 えこれ私が作ったんだ作ったやつだなとか思いながら <laughs> 田村くんありがとうございますそう私のね個人アカウントがいつかできたらねいいなって思うんですけどこんばんは あそうお話会ねいっぱいいろんな方があの当たりましたってご報告してくれてすごい嬉しかったです楽しみ、ね、ありがとうね申し込んでくれてありがとうございますめっちゃ嬉しいなんかみんな来てくれてるみんな申し込んでくれるありがとう本当に本当にね最高の日,日,を日にできたらなって思ってますうんレシャボン玉ありがとう そうで今があれかな第二受付かな今日申し込んだねありがとねありがとう当たりますように申し込みましたありがとう嬉しい当たるよ当たるよオフライン初日全部 本当に言ってんのありがとう待って、ももちゃん8月18日に全部同棲社会かおっ待ってるねありがとうね。えー、めっちゃみんな申し込んでくれてる。ありがとう、ほんまに会えるの楽しみにしてますね。こんばんは、こんばんは。そう、ありがとうね。本当になんかみんなの貴重な時間があると思うけど、それをももかに投げ,投,げ投げてくれたっていうか。 お申し込んでくれてありがとうほんまに1時でもうちに投げた意識意識高いよありがとう <laughs> 何の意識ありがとうね特に追いかけておじゃあそのまま追いかけてきてください <laughs> ありがとうそう去年の配信でもね当たったよとかめっちゃねいろんな方が送ってきてくださっててめっちゃ嬉しい <laughs> あとで広がるももちゃんのアートフォーおうしい広がれ広がれそういろんなね方がそうでもねちょっと一つすごい何回も言うんですけどあの応援コミュニティの方がねあのもし <laughs> もしねみみみ見てましたらぜひ拡散してくれたら嬉しいなって思います18度当選指たありがとうございます結婚してありがとうしようねありがとうございますぴょんキチンやお ンもう姫路城のこの T シャツも着て着たいなと思ってんけどなこれ本当に薄っぺらすぎてなんかほぼ着てないみたいなもんなんですよこれ <laughs> そういだに抽選のオフラインもね本当にありがとねなんかエゴサしたらさなんか当選っていうか何枚申し込んだみたいなの画像載っけてくれてて見たけど なんんんかかすすごごいたたくくくさん申しし込んでくれててすごく嬉しかったありがとうねなんか私って本当になんか「お私なんかに」って思うんですけどなんかみんながねなんか「ももちゃんももちゃんに会いたいから」って言ってくれるのがすごいなんかめっちゃ不思議な感じ私の今すごい不思議な感じすごい嬉しいコミュニティの方 <laughs> コミュニティの方見てますか?。<laughs> コミュニティの方。<laughs> コミュニティの方、ハありがとう。ほぼ来てないわ。でもほぼ来てないね。もうほんま薄いね、これ。かわいい、ありがとう。会いたいよ。と私も会いたい。あ、しゃべがおも,もちゃんのことしか、まだ考えてません。え、ももちゃんのことしか考えんとってほしいです <laughs>。まだって、やだ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  <laughs>。 あ、ありがとうね、短冊たくさん。なの音。びっくりした今。短冊ありがとうございます。あ、くしゃみの音か。う叫んだんかと思った。<laughs> くしゃみか、大きいくしゃみやのびっくりしちゃった今。 ちゃんだからね,ねえ、ありがとうねー。待ってます。かわいい。ありがとう。センキュー。コミュニティの方、起きて。起きて。起きてー。起きて。<laughs> 起きて。うん、外の人だったね。びっくりしちゃった。外からなんか声聞こえたから、ドキッてした。今日は少しでも。 お願いしますお任せてありがとうねでも今日は多分12時まではやらないです今日はね11時15分ぐらいな気がするそう明日もね用事があるので体を壊さず元気に頑張ります遊びに来てありがとう。 ごめんて言うの返事かありがとう返事してくれて <laughs> こんばんこんばんは少しポチってみましねありがたいじゃあ会える会えるっていうかまあ話せるってことですかじゃあもうねもういっぱいなんかお世話になったというかなんかお礼をたくさんしたいので楽しみにしてますね <laughs> こんばんはそうですよね私始めようと思ったマリノさんが配信始まってええええはっってなった <laughs> えってってなったえっと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 ってなったそう配しいかたおートラホさすがですすっぴんでもかわいすぎますね、えー、そんなことないよ 10月8日のオフライン当選したいおめでとうっておめでとうありがとうね本当に申し込んでくれてありがとう会えるの楽しみにしてるなえ何話す <laughs> もう何話すかもむずむずするシャボン玉ありがとうももちゃんに会えるの楽しみなのねえありがとうなんかみんな来る日さなんか事前に教えてくれたら嬉しいかも事前に教えてくれたら私は なんかもっとモチベが上がる気がするハートありがとうございますこんばんこんばんはまりちゃんの親ねえ私もすごく楽しみですまリなさんあの渡してくれる日にちも言ってくださったのでドキドキお祭り行きましたよ蒲原祭り行きましたナギとナナと行きましたナ,ギナナももの3人コンビで行きました こんばんはハートありがとう。サホ <coughs> にピョンキルディジャとかしたら似合うかな似合うな絶対に。うん意外とサホ似合いますよ。こんばんはこんばんは。姫鳴事情についてでえそんな話でいいんですあそんな話っていうかそとそんな話でいいんですか。なんか全然なんかなちょっと聞きづらい話でも全然いいですよ <laughs>。これちょっと聞いていいんかなっていうような話でも全然。 私 NG ないのでこん,ばんこんばんはこんばんは行く日メールするねありがとう待ってるないたハートありがとうポップ焼き食べた食べてないねんカステラ選んじゃった音楽来てありがとう <laughs> こんにちは遅れましたこんにちはありがとうございます来ていただいてこんばんはそう聞きづらい話になっえー、まぁ、あ、からないけども、まあ、いろいろあるじゃないですか え何オフラインのももちゃんのレーンに並ぶとあこの人もももちゃんの推しかも,もちゃん推しかーってなるの楽しみなんだよねえなんかさレーンに並んでる時にさみんな友達になってよ <laughs> みんな友達になって一緒に入ってきたら <laughs> みんなさあわかったじゃあさ <laughs> 私のオフラインお話し会 のレーン並んでる時にみんな友達に乗っててつないで桃花のさお話し会入ってきや <laughs> <laughs> お初のお話話会とろっか緊張してまええー、緊張しちゃうよねわかる私もねめっちゃ緊張してたオンラインお話し会 n n b 4ドさんのねオンラインお話し会 <laughs> に参加するのめっちゃ緊張してたけど なんかね本当に参加した側の私の感想は本当に参加してよかったなって思ったしだから今は私がアイドルになったので参加してよかったなって思っていただけるようなあのお話し会にしたいなって思ってるから、うん、迷ってたらねいつでも来てください待ってます。<laughs> おしゃべり会のレーン並んでて待ってる間に何話そう何話そう焦るかそれも楽しみの一つ <laughs> ねえかわいいもういやえねえや嫌だとか言っちゃったえ私がさ私のレーンでそんなこと考えてくれるってことですか皆さんねえか,か,かわいい <laughs> え可かわいいんですけどえでも私もじゃあ奥村もかれに並んでいいですか無理ダメかなダメかな,ダメかなダメかなやっぱり 誰なのかな、これって。八月十八日、最初の、お、ありがとうございます。私の一番おすすめなブダ。ありがとうございます。ナギちゃんに見つからんか、震えてるかと。ああ、内緒にしておきます。円になって。誰もありがとう、ハートありがとう。じゃ、じゃ、あ、か、ありがとうございます。 う薄いないや話したいこと頭真っ白になってしまうん見<な>いえっ大丈夫頭に真っ白頭が真っ白になっちゃったらあの文句があの。 話全然古いしその話も全然答えれないってなっちゃったら私で私一人であのフリートーク会とか全然するしもう本当に私に緊張しなくていい私緊張されるような人間じゃないからほんまに全然緊張しないでいいよありがとねそんななんかな悩むまで考えてくれてブースにいないんやえだって私も並びたいもん <laughs> え、だって私もみんなと一緒に並びたいしさ <laughs> えっダメなのそれって <laughs> それはダメなのかそれはダメな誰かなもしかしたらダメかなえ、私も奥村も麗に並んでいいですかっていう話なんですけどダメかなやっぱりえダメかやっぱり無理,な無理なんですかねスタッフさんに聞いてみようかな <laughs> え何言ってるのって言われそう <laughs> 奥村さんありがとうございます。握手会ちょうど七年ぶりでやばいです。七年ぶり？七年ぶりに七年ぶりにモモカに来てくれるんですか？ありがとう。最高の日にしようね。ありがとう待ってるね。ありがとういつも。嬉しい。隠れも始まるやん。うん隠れ隠れもなしない。みんなと話してる。だ誰推しですか？あ奥村モモカちゃん。えー。 いいですよねあのこうすぐ泣くしね感情的にもなるし、ね、すぐなんかイライラしてるしね,ねなんかアイドルらしくないなって <laughs> 思いますえやっぱ思いますそうですよねなんかねねえんか喜怒哀楽がすごくてなんか結構アイドルの方ってねなんかうんなんか こんにちはみたいな感じで行くのかなって思ってたけどま村も花ちゃんに関してはなんかねショールームとか入った瞬間ねなんか泣いてる時あるしねなんか、ね、不思議な子ですよねみたいな話とかしたいやん「レン隣だったらバレます」あーバレないよ大丈夫大丈夫こんんばこんばんはこんばんは 緊張すると思いますがとりあえず8月九月はウルブ行きますえー、ねえもうほんに嬉しいんだよねいいのなんか嬉しいね本当に楽しみにしてるねありがとうね本当に申し込んでくれてうん <laughs> 緊張しいなんですよわかるえ隣のレー見えるねうん もうちゃねねまたいつか会いに来て止められますああ体が途切れちゃったらすまんえ途切れちゃったらええええ,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 え気まずいよねわかる気まずいよねうんでも気まずいってお互い言えるってことはとか言ってる <laughs> ねえ気まずいよねわかる私も気まずいよね気まずいって思ってたでもこうしてお互いに素直に 気まずいって言うてましたとか言うとはとか <laughs> 絶対そんなことない大丈夫ですんどうもありがとうございますどうもありがとうならみ走してから逆走しますなん <laughs> ならなんかうんいないんじゃあどうぞって案内スタッフさんに案内されたらもうかいないあれっもうちゃんはごめんなさい誰れってましたーとか <laughs> 絶対ないけど「すいませんトイレ行ってましたごめんねー」とか「ごめんごめんごめんあそのから握手しよう」<laughs> とかもう,あもうこんな話とかしてたら本当に怒られちゃうからしないんですけど <laughs> しませんもう <laughs> 最近はタイえタイタイから日本の飛行機のチケットが高くて行けませんえー、そっかでもねあでもオンラインもあれか 電波とかも、の問題もあるんか。ね、またいつかね、話したいね。その人がいいとこない。え、いいとこあるよ、いいとこあるよ。<laughs> 石本ちゃんなうん、並ぶ。こんばんは、はこんばんは。こんばんは。これなんか、今日さ、喉がやられて、なんかめっちゃ低い、低い声なんですけど、気にしないでくださいね。思い切ってありがとうございます。緊張して話したいこと、ぶっ飛ぶ未来が見える。え。もうぶっ飛んでいいよ <laughs>。 ぶっ飛んでいいぶっ飛んだらなんかもうぶっ飛んだで「ぶっ飛んだ!」って言ってくれたらいいもぶっ飛んじゃったーとか言ったら「だよねー私もぶっ飛んじゃった!」とか <laughs> 言うのでもう本当にぶっ飛んでも OK だよもう本当に気軽に来てくださいなんか今はこんなこと言ってるけど絶対私もいつとなっら緊張するんですよふふふふとか言って どうもありがとうございます。アメにアーメンっておのです。ん私ありがとう。いいよめっちゃいいアメにアーメンでしょ。素晴らしい !100 点満点中20点嘘八80点。緊張してつながれんなんだろうごめんね。いや,いやだ <laughs> 緊張しないでよ 生で見えなきゃ幸せやから十分やなねそんなこと言ってくれるほんまに嬉しいほんな生の私なんかもうほんまになんかもうずんぐりむっくりですよほんまになん想像と違ってほんまに申し訳ないもんずんぐりむっくりですよめっちゃ私ってずんぐりむっくりでなんかねなんか毛穴がすごくてなんかニキビもポツポツですけどねなんかそういうのを見てちょっと人間だなって思って頂い,いたら嬉しいです。ね ありがとう。可愛い,い。ありがとう。探索ありがとうございます。ももちゃんと話したら、おはお時間になっても話が途切れないかも。うん途切れない自信がある。ももちゃんどこここだよ。こんばんは。こんばんは。どんぶるか？ありがとう。探索ありがとうございます。ももちゃん、こんばんこんばんは。まりちゃんも配信中なんですけど。 知ってるよ私も見たいなって思った12月はん、ね、うん12月ってイベントなかったっけもうオフラインとかオンラインも終わってるんか田村君ありがとうねうもえー、ありがとうずんぐり好きほんまに

え何これありがとうジュースありがとうジュース嬉しい生のおもちゃ本当にキラキラ可愛くて驚いたねえもうなんでそんな嬉しいこと言ってくれるんですかもうそっくりそのままお返しします嬉しいありがとうオンラインお話からどうやったら当たったよなんちゃらしゃな,なん確認かな,なんか星になって見えんどうもよくありがとう のかがオンラインテストオンンラインテストえっオンライン受けるのテストしないと出れないとかあるんですかでどういうことだろうオンラインテストえっ逆にえっでも私受けれた私みみえさんとカリさんもオンラインお話し会できたでテストしないのにん私側がだってこと ルルールみたいな感じかなおしろそう「こんばんはこんばんは」な「なになに,なにえ顔と喋り方が可愛くてこの顔ですよえこの顔ですよ!えー」この顔ですよとか言っちゃって何かそれ好きになっていただいたのに「ありがとうございますえ最近ファンになりましたえー。 私なんかでいいんですか。ありがとうございます。え、ありがとう。そうやってやってくれて、トミーさんありがとうございます。え、ありがとうね。ごめんなさい、すっぴんでこんな名前とかやっちゃってごめんね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。<laughs> そうも返されても困ります。返しちゃった。こんばんは。うん？テストじゃなくてラスト。あララストあ七のからあそういうことかあ。 すいませんあなるほどなるほどうん把握しましたはい私の読み間違い講座でしたはい待って耳鳴りした今ダメだこんばんはこんばんは実際早く生ももちゃん見たいですおっもうね私のねあのー、生ももちゃんを見てしまったな。なんと みんなえっ,ってなるかおってなるかはいっ,ってなるかってなると思います <laughs> どれかどれかです楽しみにしてて実際会ってみてももがやってみてか みたいなもう本当にどんな感情でも私全然傷つかないんで正直な感想言ってほしいです <laughs> え「えあんたほんまにも,もちゃん」とかね言ってもらっても私全然大丈夫な人なので <laughs> はい土曜日の前座オフラインに行けそうおえー、めっちゃに来てくれるんやんありがとう嬉しい。 ラストとテスト、え、そう、間違えてもうた。うん。ハートありがとう。ももちゃんのオンラインお話が当たりましたよ。金払ってないか。え <laughs>、待って、えー。え、待って。これは私は何て言うべきなのであろうか。えっと、当選してくれてすごく嬉しいんですけど、あのー、もしよろしければ、<laughs> あの、 支払っていただけたら <laughs> えっ、ま、待ってなんかなんかなんかこんな言い方すごい嫌だった私はでもなんて言えばいいか分からないからあの,そ,あのそのままストレートに言うんですけどあのお,お支払いはお忘れなくでお願いしますごめんなさいなんかこんな <laughs> ありがとうね申し込んでくれて <laughs> こんばんはこんばんはいいなもありがとうございますおかしいな,なあごめんなさい私の、ね、見間違い すいません短冊えありがとう素晴らしすぐ耳がかくなるうん。これはこちゃんで私らしい、ね、<笑><笑>できるできるよなどんどんくありがとうございますとりあえず121でできますおね待ってるねありがとう申し込んでくれて楽しみにしてますねありがとうございます 沼,る沼ってじゃあガも天才だしえええ <laughs> 天才だし性格も可愛くて優しくて天才だしねえ待って褒めすぎだよ <laughs> 褒めすぎだよ何しても可愛いしトーク力かみってて100点あの褒めすぎだよ <laughs> 嬉しいありがとうねいつもめっちゃ褒めてくれてあの何回も言いますがそっくりそのままお返しさせていただきます <laughs> ありがとう本当に嬉しいいつも <laughs> 幸せになるはってなるかなるっ,ってなるそうなのえっでもえっでもあの,あの後悔させないっていう自信はあるからしょしょん大丈夫だよ それしか学ばない <laughs>。違うよ。やめてそんなの言わないで。音楽来てありがとうございます。リアルモーちゃんなんちゃらくて可愛らしいです。ありがとう。なんだろう。実物見たことないから感想はオフラインで緊張する。なんかめっちゃ緊張するんだけど。ええー。奥村もこさん。 あのオフラインでこの間お会いさせていただいた何々です直接会った感想を言わせていただきますっていう文書が来てはい直接会って正直思ったことはすごく「二の腕がパンパンでした」とか <laughs> 言われたら「えそうだよね」 そりゃそうだって <laughs> なりますハントありがとうあそうなんですねお支払いまだなんだああまだあそういうことねごめんねありがとうねそういうことかありがとうございますじゃあまた案内が来るんですかね来たらじゃあでもねもしね迷惑メールとかの方に入っちゃってたりとかしたらねあれやから また私呼びかけできたらいいなって思ってます。ありがとう小判お支払いはまだ先だあまだなんやまだありがとうございますごめんねなんか私全然知識がなくてごめんなさい。もありがとうございます支払いしないと今後もし上げあええー、そうなんや長会事の ねえありがとう待ってるなんかさめっちゃさいろんな方がさ行くって言ってくれてさもうえー、来てくれるんですかってなってるほんまに楽しみにしてるみんなが来てくれるの久しぶりに行ける楽しみ緊張ねだよね緊張するよねわかる私も緊張するもん分えーねえみんな来てくれるやんどうしようどうしようもう なんもないけどどうしようじゃない全けどしかうれしすぎてどうしようっていうどうしよう。えでもめ,めっちゃ私が今心配してることを言いたいんですけどもしね仮にあの違う子のとこに行くとするじゃん。じゃあ私がなんか 可なく,くさすぎてその子のそのいった子がかとってとびっきり可愛すぎて「えももちゃんなんだあれ?」ってな,ならないかすごく心配なので「あのならなりませんように」ってああのあの寝る前に目におまじないをかけたいですみんなの目にはいこんばんこんばんは,んばんはお幸せしなって暑くてください 誰ですかこんばんこんばんは,んばんは手せ大丈夫ですよなんかきありがとういきます待ってるねありがとうございます二の,二の腕ほんまにやばいです私二の腕ほんま困難なんですよこんばんはこんばんはあすごそうなんやでも全然知らんかったこんばんは 田村君ありがとう。ももちゃん、お風呂い。え、会いに来てくれるん待ってるな。気をつけて来てな。十八日の二時分、まだまだできますよ。ねえ、本当にありがとう。ねえ、本当にありがとう。なんかさ、私さ、なんかみんなに完売したいですって言ったじゃん。でも言ったら、まだまだ私もう完売が目標なわけなんですよね。でも。 逆になんかもう申し,申し訳ないって思ってないもう思,って思ってる思ってる思えたくない方がいたんですけどでも本当になんかあの無理して私のことは嫌いにならないだね本当にもう本当にね無理だけはしないでほしいうんなんかうん本当に無理だけはしないでって約束してねうん本当にありがとうねでも本当に嬉しい <coughs> なわけ、ね、しいありがとうドキ <laughs> でもね本当にねみんな可愛いからね NGT48 のメンバーはそうだから私ね本当に自分に自信がないからもうね「うごめんなさい」ってなりながら多分お話しするんですけど、はい、でも楽しもうね本当にわ投げちゃうあよかった安心 よかったよ本当になんかだから遊びに来てくれるのは本当にすごく嬉しいありがとうございますそんなことにはな,らないし思わないでねえありがとう、ね、なんでそんなに優しいわけ泣かせたいの <laughs> 嘘です嘘ですありがとうみんな色の心配者だよそうよな確かにも,もちゃんしかかってねえ好きありがとうなぎちゃんレニュいいよ いいよ。奥村さん以外とってねえ嬉しいねえみんなありがとうねみんなありがとうみんな好きだよ本当に好きだよありがとう。カメラからまって <laughs> でも本当に思うんですよ。うん、でもね今日マッシーさんから連絡来たんですよね。じゃあマッシーさんがなんか私の。 なんかお仕事とかをももちゃんが引き継いでくれてすごく嬉しい本当にありがとねってきあの言われてでその後に「でもあの引き継いでくれるの嬉しいけどももちゃんももちゃんなんだからなんか私ん私なんて言うのマ,マシモカホっていう意識はしなくていいからね」っていう言葉を言っていただいて。 私ははいもちろんですなんかマッシーさんからいただいたアドバイスはもちろん全部これからなんか引き継いでいこうと思うけどでも私は私なので私らしくあのこれから頑張っていきたいなって思うしマッシーさんが続けてくださったお仕事をなんか私が引き継げるってことは。 本当にねなんかだってマッシーさんがもう長くコツ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 やってきたことを私に任せてもらったしかも本当に半年しか経ってない私にあの任せてもらったってことは本当にねなんかすごいことだしそうだから私らしく頑張りたいなって思ったしなんとマッシーさんがねまたも,もちゃんがゴチちゃんに東京に来た時に「なんかいつでもご飯行こうね」って言ってくれました マシーさん本当に素敵な先輩に出会えてよかったなって思いました安心してくださいももちゃん以上に可愛い人はいない <laughs> そんなわけ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 , <laughs> なわけももかちゃんが一番可愛いなんだねえ好きありがとうね本当にもう好きこのコメントの全員好き本当にな何何優しすぎない <laughs> 急に切れ出すこんばんこんばんは,んばんはでも他の例にはちょこっと顔出しするかも,でも見なかった全然もうね全然み見てもなんか私は怒らないも大丈夫だよありがとう来てくれたけど嬉しい皆さん頑張る、うん、頑張るね本当にももちゃんしかもんでないも,もんでない <laughs> 待って <laughs> 待ってもんでないとか言っちゃった <laughs> 待って、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。待って、申し込むのことも、もん、もん、とか言ち,ちょっと待って。訂正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 。えっ、ー、と、違います。誤解です。ももちゃんしか申し込んでないからな、です。ももちゃんしかもんでないからな、とかじゃ。違違う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 。違う違う違う誤解しないでください。やめて。はい。すみません。やめてとか、私自身にやめてなんですけど。はい。すみません。ありがとうございます。すみません。 シャムどうもありがとうございます。ハートありがとうございます。ね、ありがとう。完璧だ。ありがとう。ごめんなさい。なんか変なこと言っちゃった。あの後に完璧アイドルっていうコメント読んじゃって。ありがとうね。お任して。任せて。頑張る。ありがとう。頑張るね。ありがとう。あ、そっか。そういうことか。オンラインは。注文できないんだね。今はね。 乾杯した頑張しようね大好き私も大好きありがとう投げてねえありがとう楽しみにしてますねありがとうございますももちゃん以外おいしいないからね,ねえ好き本当に何今日のコメント欄本当にこれなんだけどこれ本当に白丸姫入るかな本当にこれ短冊ありがとうございます今年は何お願いしようかな 泣かせないでよねえ。私、本当に泣いちゃった。こんばんは。こんばんは。そうそうなんです。でも本当にマッシーさんってなんかもう人間性も素晴らしいし、お顔も可愛いしなんか？本当に！うん。マッシーさん、マッシーさんが ngt4 デートに私はずっとまだいて欲しかったなって思ってます。 <laughs> とうとうありがとうこんばんこんばんあれどっか行っちゃった引きつげるといいねそうだね支払いは渡しさせてください <laughs> じゃあ呼びます嘘です <laughs> ね優しすぎるよね自信ないって言ったらマシちゃんかわいくらしい <laughs> でも自信ないんだもんだっ

タワ,タワーシャツそうタワーシャツ全然読めてないコメント思い切ってありがとうございますねありがとう嬉しいこんばんこんばんは,んばんは特に乾杯しタイプとかありますかねうんでも昨日の配信で言ったのはやっぱり8月18日の2部初日かな初日っていうか本当に一番初めの部はなんか本当に私のアイドル アイドルのお話し会の本当に初めての部だから、なんか結構なんか貴重っていうか。もう。これからなんか何年何十年続けて続けても。ね、もう来ないじゃないですか？なんかもし仮になんかこん。10年後の私が。なんか今日のあ今回のお話し会はじゃあ。 初めてのお話会っていう企画にしちゃいますっていうことは絶対できないじゃないですかだからその今しかできないからそう今しかできないその初日をなんかしかも初めてのちょっと多分私はこうやって話せるよとか言ってるけど多分私は緊張して。 ちょっといつもの私じゃないかもしれないからなんかそこの部分も注目していただきたいなって思うからオフラインだったらその本当に初日の2部かなって思ってるうんでもみんなが本当に気になるなこの部って思う時に来てくださるだけで本当に嬉しいですうん超楽しみにしてる そうなの、うんオンラインのおすすめうんオンラインのおすすめでも幼稚園児とか結構多分ね私ね幼稚園児の服着たら多分めっちゃ多分今よりうるさいっていう自信があるから <laughs> 多分モチベーションも上がって幼稚園児の <laughs> そう。 かなどうもよくありがとうございます付き合ったのねえかります本当にコスプレうん結構ねコスプレするようだしメイドもするし幼稚園児もするしあのね私の NGT48 の X4 期生の X に私のツイートしてもらってるからそれ見ていただくか私の ショールームのプロフィールにもうバーって書いてるからよかったら見てみてめっちゃ詳しく書きましたのでうん照らし合わせてみてくれたら嬉しいかも会いたいありがとう私も会いたい早く会おうね楽しみにしてるありがとうね戸村くありがとうございますありがとうたくさん会いたいってこんばんは今も配信見てたこともちゃんが気になっている人たくさんいるはずどんどん好きにさせていこうえー 配信見てなくてももちゃんが気になってる方いますか <laughs> いますかこの中に。いますか <laughs> いるかね本当に。そう、今までは私、並んでた方、並んでた方っていうか、並んでた側なので、ねえ、私が、変な感覚、なんか、変な感覚すぎて泣いちゃうかも。 父さんのいいところもダメなところもすべてが好きな人 <laughs>、うんなんかやっぱ推し押しっていうか好きな人だったらなんかダメな部分でも本当になんていう社会的にダメなこととかしたらさすがにそれはダメだけどなんか可愛らしいダメな部分とかなんかなんかね愛おしくなりますよねわかる。 ずっぴんですよめっちゃもう本当に今から寝るって顔です眉毛もボウボウですまつ毛も上がってませんニキビも見えますうっすら鼻の横の毛穴とか見てくださいほんまにい,いろいろ見てください私ほらそばかすがありますほらニキビがいっぱいありますここに 使ってます鼻の横が <laughs> ねオッケーありがとう嬉しい自信あるね自信あるタコありがとう今日も銀河一ありがとう嬉しいありがとう銀河一なんそんなこと言ってもらっていいん <laughs> ありがとうこんばんはうんどこかでねしてたかもね本当に星はべてが好きになるから愛しいのねわかるほんとそれなでもかわいいやねありがとうかわいいから何スピンでこのかわいさ いやいやいやもう本当にそんなことないんですよみんなもそんなまだまだ私のことをいっぱい褒めていただいてありがとうございます <laughs> すみませんほんまに初めてもちゃんが見た時の透明感だけ取り外したねえ本当に言ってんの本当に言ってるのねえ好きもう好きだよみんなありがとうえフォローありがとうございます どんらこありがとうございますめっちゃ今日なんかめっちゃみんな今日褒めてくれるやんどうしたな何にもあげないよな何にも出ないからね褒めても何にも出ないからね私 <laughs> 何もあげないよありがとう今日の 今日はえ違ういつも褒めてくれるけど今日はなんか特にもっとってこと。今日の農業部の話農業部の話はねなんか話しちゃったら楽しみがなくなるというか多分ね今後あのー、多分 YouTube さんの方でアップされると思うのでそれで見た方が なんかちょっともうちょっとなんかドキドキ感っていうか味わえると思うのでしかも4期生だけだからねそうだから新鮮な感じがあると思うのでなんかお話をあえてしないでおきますうんだから YouTube の動画アップされるまで楽しみにしててもーちゃんしか勝たんええー、ほんまになんか全然もーちゃんしかま,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 またん負、ままけ,ま、けんみたいな感じですよ もう <laughs> どういうこと意味わからんな楽しみねもう木とありがとうございますそういう時ええー、ありがとう昨日チャットに送ってくれたももちゃんかわいすぎて何のやつやろ何どのやつかな昨日って何やろ何の画像かな今年はじゃがいも買えるのかなあー確かにどうなんやろ でも本当にいいじゃがいもをたくさん収穫できましたよ。うん、YouTube 楽しみにしてるえー、楽しみにしててまた感想持ってる。ありがとう。そう。うんでもね本当にねあの農業してたら時間があっという間今日も気がついたらもうねえもう3時みたいなでした。 だから一生ね一生じゃないごめんなさいごめん全然訂正なんですけどなんか本当に農業ってなんかリフレッシュできるんですよねなんか例えばなんか私のなんかストレス発散とかって結構あのお買い物に行ってなんか欲しいものを爆買いするとかカラオケに行くとかだけど なんかそれとは違うリフレッシュなんですよ農業ってそうなんか空気も美味しいしやっぱり農業してる場所だからそうやしなんかその農業してる方って本当に悪い人いないんですよもう全員人なんですよだからその農業している方と触れ合える時間もすごく幸せやしそうでしかも自分たちがこうやって育てて でなんか私も農業高校で販売してたんですよ自分たちをが育てたやつをはんあの地域の方に販売してたんですけど本当に似てて自分たちが今育ててるやつをファンの方にもし機会があったら売る,売,る売るというか販売するじゃないですかだからすごく似てるのでなん,かなんかそれ高校で経験してたことをなんか。 夢が叶った今でも継続できててすごく嬉しいなって思いますそうなんかねすごいよねなんか前まで経験してたことがまた経験高校生卒業してるのにまた経験してきてるってねなんか不思議な感覚 <laughs> 似合ってるやろそうでもめっちゃいい笑顔じゃない そうあれほんと自然な笑顔です私、ね、結構カメラ向けられたら笑顔がぎこちなくなっちゃうんですけどめっちゃいい笑顔が自然と作られましたそうそうなのまあでもね農業の話とかもねまた全然お話会とかでも全然何でもペラ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 話すんで <laughs> はい本当に何でもいいので。 お待ちしてますねえ思います私も本当に農業大好きっ子だったのでしかもおばあちゃんとおじいちゃんの家が農業なのでそうそう畑っていうかそう農業してたからねめっちゃ農業のことは詳しいから嬉しいよね22分になったら檀字を読みます オンラインや風フライン何回か行ったら「えっ当たり前じゃないですかぜひぜひお待ちしてます」えっもうねほんとにねあのー、すぐに覚えますよ待ってるねありがとうガーンとあーでもそれでも本当にねなんか嬉しくない自分をガス当てたやつがさ自分の胃袋に入るってそう えあれ食べたいんですそう三角と丸さんのじゃがいもカレーみたいなやつめっちゃ美味しそうやなと思ってた去年ツイッターで見ててめっちゃ美味しそうもうかも食べたいなと思ってたうん <laughs> どんぶらこありがとうはいということでね今日はもうちょっと眠たくなってきたので私はもう今からそのまま歯を磨いて寝るんですけどうん あの最後にもう一つだけあもう一つもう一度言うんですけど「ただいま NGT48」えっと、N G T 10, 10万円目シングルの、えっと、オンラインオフラインお話会が受付中第二第2受付中になってます明日の1時までで3時受付がまた4時から開始されます なので私のことをちょっとでも気になってる方はぜひ会いに来てくれるっていうかひょこって <laughs>「やっほー!」って感じで <laughs> もうなんか「こんにちは!」って感じで顔をね見せてくれたらすごく私も嬉しいなって思いますのでよろしくお願いします。ということで壇上読みます13位 M さん ありがとうございます MF さんありがとうございます12位ギリダシオさんありがとうございます、ね、オフライン取ろうと思ってるのでももちゃんのたくさんお話ししたいしようね約束だよマリちゃんとこれがいやこちらこそですよありがとうございますたくさんお話ししようねありがとう 11位横凛さんありがとうございます横凛横凛ありがとう10位卓蔵さんありがとうございます8月18日二部当選しましたありがとう嬉しいお支払いを忘れなければ <laughs> あれチラッと行きます待ってるねありがとうございます卓蔵さん待ってるねありがとう当ててくれてありがとうございます待ってます9位お金持ち先生さんありがとうございます 昔マッシーに押しマッシーして <laughs> えそうなんですかマッシーさんが押しだったんですか昔なえちょっとなんかめっちゃ被害ないんですけどなんかびっくりしてる今ありがとうございます8位とくりくんとくもりくんだももちゃんのオフラインしか買いわない予定でござる <laughs> ござる 誰よりかわいいももちゃんと8月18日会えると思うわかることもありませんねえ嬉しい私もすっごいワクワクしてるねえもうね何話すもう決め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 といて私も決めとく <laughs> ありがとうね待ってるね7位なやきさんありがとうございますなやきさん8月と9月の配分長分オフラインすべての分申し込んだよ楽しみにしてるね ねありがとうもう本当に楽しみにしてるなんかねあのー、前座とかでもね受付とかお見送りでお話をできるけどちょっとの間だしねだからたくさんお話できるの楽しみにしてますありがとうございます6位流星さんありがとうございますゆっくり休むよありがとうございます流星さんいつもありがとうね7年ぶりのお話会楽しみましょう はいタままさんありがとうございますももちゃん配信ありがとうねこちらこそハイブ長岡楽しみですすごい長岡に来ていただく方がすごく多いみたいだね今見た感じ私も長岡まだ行ったことないんですごい楽しみですありがとうございます。 スキャットさんありがとうございます。ももちゃんのオフライン8月18日に部当選して楽しみ。待ってみんな私がさなんか完売目指してるところめっちゃ協力してくれてるね。もう感動ね本当にありがとうみんな。すごく楽しみにしてるね。ありがとうスキャットさん今日も来てくれてまた来てね。ありがとう。 はい、顔マイフさんありがとうございます。ももちゃんこんばんは。オフラインお話から本当楽しみ。ほんとそれのだるまみたいな。私のね。私もだるまみたいなアイドルだから、だるま同士仲良くしようね。ありがとう。本当に楽しみにしてるね。ありがとうございます。に哲也さんありがとうございます。ももちゃん、今日も。 配信ありがとう。8月18日のオフラインで初めてももちゃんやるの楽しみにしてますね。ねありがとう、8月18日。ももちゃんしか剣を取らないので、安心してね。ね安心した、その言葉を信じさせていただきました。ありがとう、安心させてくれて。<laughs> ありがとう、哲也さん、今日も来てくれて。続いて第1位が、福吉さん、ありがとうございます。 今日も最高に可愛いももちゃんの配信が見れて一日の疲れが吹っ飛びました。ありがとう。8月18日のオフラインでももちゃんに会いに行きます。ありがとう同じ誕生日だから10日前だけどおめでとうの言い合いがしたいです。任してもう任してもう言い合おうね。<laughs> 言い合おうもうしつこいレベルで言い合おうね。もううるさいって苦情が来るぐらい言い合おうね。約束1ありがとう。はい、ということで皆さん今日も ちょっと短い配信だったんですけどありがとうございましたではバイバーイ <laughs> ではバイバーイということで私はもう今から寝ます寝て明日に備えますなので皆さんもいい夢見てね来てくれてありがとうおやすみありがとうね来てくれて いい目見えてね本当にありがとうございましたバイ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 また明日ね